アルベルティーネ・アグネスと三人の子供たち、アブラハム・ファンデン・テンペルが、1668年、エミーリエ・アルベルティーネ・アグネス・ファン・オラニエ・ナッサウは、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘で、ナッサウ・ディーツ公、ビレム・フレデリックの妻。ホラント州総督を務めるフレデリック・ヘンドリックと、その妻のゾルムス・ブラウンフェルス伯爵夫人アマーリエとの間の御女として生まれた。両親にとっては、 実質的に2番目の娘である。1652年5月2日にクレイフェにおいて同族のまたいとこでフリースラント修装徳を務めるナスサウディーツ博、ウィレム・フレデリックと結婚した。1664年に夫が銃の暴発事故により亡くなるとアルベルティーネ・アグネスは幼くしてその後次となった一人息子。 ケンドリック・カシミール2世紀の摂政となり、1679年まで、息子に代わって、フリースラント州、フロー人間ンン州、ドレンテ州の3州を統治した。アルベルティーネーは、困難な状況を切り抜けて、自身の摂政政治に対する反発の声を抑え込み、息子に諸州を安定した状態で譲り渡した。1665年に、 ネーデルラント連邦共和国がイングランド及びミュンスター司教領との戦争を開始するとアルベルティーネは包囲され四面楚歌の状態にあった不老人間の市民の士気を精力的に鼓舞した6年後の1671年にはミュンスター司教が交代して紛争が終わると思われたが今度はフランス王ルイ14世がネーデルラントに戦争を仕掛けてきたアルベルティーネ・アグネスは 国家防衛のための委員会の一員となり、定地諸国の堤防を決壊させて、フランス軍の進軍を阻む作戦を指示した。1672年より、アルベルティーネは、ラーン川沿いのディーツに陰遁所として、オラニエンシュタイン宮殿を建設させた。アルベルティーネ・アグネスの孫息子ヨハン・ウィレム・フリーゾは、1702年に、後継者のないオラニエ公をウィレム三世の死後、 オラニエコークライとオラニエナスサウケの課長位を継承した。ありがとうございます。